着きましたよ。ありがとう。はーい。ありがとう。お腹減ったな、行こう。行きましょう。パンケーキです。イエーイ。せーの。中村さんち。おはようございます。ルナです。ご飯です。はい、ということで今日もバンクーバーに来ております。まあ最近ね、まあ頑張っていっぱい働いてて、うん、ちょっと疲れてるので2人でご褒美をしたいねってことで、まあ、美味しいものを食べに行こうっていうことでね、うん、はい、ちょっと昨日もね夜11時過ぎまで私働いててちょっと疲れて今寝ちゃってたんですけど、ご飯くんが今日運転してくれまして、なんとか今バンクーバーのブレントウッドに着きました、はい、ここはショッピングモールなんですけど寝起きでよく喋るんだろう。確かにカメラ回るとスイッチ入るね。前ブレントウッドここで買い物した様子とかの動画も上げてるので、そちらもよかったら概要欄からご覧ください。はい、ということで今日はその前回来た時にすごく気に入ったパンケーキ屋さんに行きたいと思います。その後今日夜ご飯もお見せしたいと思いますので、うん、今日は私たちが外食一日の外食の様子っていうのを動画にしたいと思っております。はい、行ってきます。ブレインウッドだっけ？ブレントウッド。ブレントウッド。うん。あ、寝起きって眩しいね。曇りなんだけど、世界が眩しい。すごく世界って明るいね。明るい未来が待ってますね。え、あの列じゃないよね。あれ何の列？パチンコ？着いたー。グラム。本日1軒目はグレイブです。グラム。グラム。グレイブ。グラムかな。座れてよかったね。あ、確かに確かに。見て見て。パンケーキが置いてある。だって映り切らないでかくてすごい混んでるわ店。ティラミスのパンケーキやばくない？うまそう。美味しそう。すごいメニューが日本語ですね。やっぱあ、ほんまや。確かにスムーズに読んでたわ。ネイティブになったかと思った、うん、でもこれかな俺は。やっぱりそれ、うん、じゃあ私も決めるわ、うん、コーヒーとジャパニーズバスケーキ。はい、はい、でこれが後で多分来ると思うので、コーヒーが多分先に来ると思う、はい、了解しました、はい、お願いします。ということで今無事にオーダーしたんですけど、コーヒーは先に届きました。ただなんとここからあの分厚いパンケーキが届くまでになんと45分かかります。1回作るのに個数限られてて、だからメレンゲからメレンゲから作るっていうことで。 Thank you。 来た。え、美味しそうじゃん。カズキが頼んだのがほうじ茶ラテ。美味しそう。美味しい美味しい美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ。あ、美味しい美味しい美味しい。めっちゃ美味しい。え、何どうした？吹いた？いや、こんだけストロー長かったからさ、うん、だから普通にこうやって飲んでたらだんだん沈んでって伸ばした。よかった。あ、美味しい美味しい美味しい。めっちゃ美味しい。沈んでてピッてなった。それでは行きたいと思います。はい、ドン。じゃーん。見てー、プルプル。そう、プルプル。こっちは、私は2段で、その代わりになんかベーコンとかエッグとかついてきて。いただきます。おお、やば。まずは素材からいただきます。はい。あ、ふわふわ。ね、かけないのこれ。だから素材からって言った。あ、素材から。素材の味からってことね。あ、うまっ。うん、どう？2時間かけて食べに来たパンケーキの味は。もう最高。これのために食いに来てるから。ちょっと待って、私インスタのストーリーするの忘れてたわ。ほんまや。もう私は素材の味とかじゃなくて、もうこのままいきます。かけます。なんか信じられないかもしれないけど、甘いのとベーコンってめっちゃ合うんだよね。大好きな組み合わせなんで。取れない、もちもちすぎて。いくよ。うん、まい。もちもち。ベーコンうまい。ベーコンうまい。うまい。サラダがさ、食うの難しいよ。いや、うまっ。ベーコンと食べるのやばくない？コンビネーション。めちゃくちゃ美味しいこれ。ふぅ。お腹いっぱい。
到着しました。なんでなんて感じやんな。今事の発端は、あの、僕前に来た時にインスタグラムで私ポストしたんですよ、ストーリーに。すごい美味しかったみたいな。そしたらありがとうね、また来てねみたいなことをオーナーさんからちゃんと返信をいただいたんですよ。で今回またあげたら戻ってきてくれてありがとうって今コメント来て、でそれと同時ぐらいにオーナーからですってやばチーズケーキが届きました。グラムさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、いただきます。待って、これめっちゃカズ、絶対カズキ好きだよ。そうめっちゃ美味しい。これうわ日本の味だ。あマジでわかる、さっぱりしてて、スフレと普通の硬いケーキあるじゃん、あれの間ぐらい。飲食店ってさ味だけの問題じゃないじゃん、うん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 、やっぱり人がよくって雰囲気がよくって、うん、よくされるからまた行きたいと思うじゃん、うん、本当になんか自分もああいうのを見てなんかそういう風にね、ね、そう、うん、してあげたいなって。うちらもね飲食店で働いてるから ね、そう思いました本当に、ね、最後結局ねオーナーさんにも会うことができて、うん、そうそうそう、オーナーさんにちゃんとねあの礼を言って、あの写真も一緒に撮っていただきました、思い出にね。はい、次の夜ご飯まで行ってきます。いろいろ買い物とかして時刻は4時40分になりました。はい、全然お腹が減ってないんですけど。俺減ってきたけどな。いや、和樹は最後チーズケーキあんま食べなかったで、私はすごい美味しかったんだけど。いや、めっちゃ美味しかった、ほんまに本当に美味しかったんだけど、うん、すごいお腹いっぱいだったわけ、うん、でもやっぱりね、いただいたものはね、そうやな、全部食べたいので全部食べたんですよね、うんうん、その結果ちょっともうね、はち切れそうです、お腹が。ちょっと夜ご飯のことはまだ考えれない状態なんですけど、最近、うん、なんか炙りマーケットっていう、うん、ちょっとお高い日本のスーパーマーケットがバンクーバーにできたっていう噂を。スーパーマーケット、うん、そこをちょっと今日は見に行ってみたいと思います。独占取材です。独占取材てかすごくない？すごくない？何あれ？何あれ？なんか何のオブジェ？すごい、何これ、何のモニュメント、なんか骨盤みたいな。わかるかも。とりあえずここが炙りマーケットですね。売ってる？日本のお菓子早速。でも結構高いね。3.99 だって。ゆずポン。ゆずポン。8.99。うわ、肉うまそう。岩手和牛だって。肉のスライス売ってる。うわ、高いけどうまそう。4000円ぐらい、5000円、うわこれはやばいわ。ラムネのパッケージ寿司やねん。寿司、あ面白いね。これ飲め、あそのさ隣のユーズサイダー、うん、俺も思った。それ飲みたい、それも買おうよ。いいやん、これ麦茶 8.99。 これ 8.99 これ、焼肉弁当、牛焼肉弁当。でもさ、ウーロン茶がさ 8.9 だと思ったら安いよ。確かに8.43だよ。ただそんな高くないね、お惣菜弁当はな、惣菜系はな。やば、55ドル。ウニ55ドル。これおにぎり5ドル。おにぎり5ドル。これがバンクーバーです。でもなんか食べたくなっちゃうね、お金出してもね。26ドル。サバ買おう、1個。サバ押し手前、サバ押し1つ。でもさ、別に高級なものっていうよりも普通に日本のものいろいろ売ってるね。なんかさ、ちょっと福岡みたいな感じだわ。あ、そうなんや、うん、へー、こんなさっぱりしてんの。さっぱりさっぱりじゃないよね。かっこいい味が出てるね。その後ろで高級車やから気持ちいい。久しぶりの砂浜。うわ、もう完全砂や、ね、ウィスラー海ないから。あ、潮の匂いもするし、うん、あ、うまそう、うまい。わ、めっちゃでかい、あれ何？やば、豪華客船。ちょっとちょっと、何してんの何してんの何してんの。一個ずつ食べへん。やっぱ気になるよね、気になる、そうフレッシュなうちに食べたくない、とりあえず。そう、一個だけ食べへん。でもさ、これ店で食べたら結構高いよ。高いよな。これ何個した？12ドルでしょ、うん、安いよ。インサート、うん、どう？うまい？うまい。
あ、やっぱ違うわ。もう絶対夜ご飯食べれないじゃん。すごいね、海見ながら寿司食うって最高じゃん。確かに。じゃあちょっとお礼言います。サバさんありがとうございます。いきます。うまいな。いつもありがとうございます。ふーってしちゃった。めちゃくちゃうまいわこれな。あれお腹減ってるかも。あれすごく食べたいかも。どうすんの。もう全部いってしまうんで。そうなったら全部食べよっか。うん、はい、ペロ。現在夜の7時半です。最後のご飯ですね。そうですね。今バンクーバーからウィスラー方面に向かってきてスコンビッシュに到着しました。しました。夜ご飯はスコンビッシュで食べたいと思います。スコンビッシュフー。8時までやってます。ここです。あ、ほんま混んでる。名前はちょっと読めない。このさ、このポー頼むとくる、これなんなん。それはお清めじゃない。お清め。食べてもいい。なんかでもさ、日本人ってさ、うん、生のもやし食べるってなんかちょっと抵抗ない。違和感あるよな。バンクーバーでテイクアウトした時にさ、うんうん、え、これ茹でるの忘れてないって思わなかった。思った。でもね、ポー絶対生だよね、もやし、うん、うわー、うまそう。うま汁。ここ汁が美味しいよね。うまっ。なんか日本人好みのさ、なんか醤油ベースみたいな。I didn't order. そう、まずお払いして。絶対違う。絶対違う。ふう。ちょっとやりきった感が半端ないんだけど。食べたいものを食べまくった一日ですね、これは、ね、確かに。ちょっと絶対体重2キロぐらい増えたと思う。あのサバ寿司も良かったよな。サバ寿司美味しかったね。なんであの時間にジャブを入れたんかちょっと分かんないけど、うん、はい、お疲れ様でした。たごちそうさまでした。あ、うわ、そうです。なんかね、最近ちょっといろいろ疲れてたんで、うん、今日はもうチートデーってことで、もうたくさん食べていい日って、まあ、普段から食べてんだけど、はい、すごくなんかすっきりしました。はい、ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。